はい、皆さんこんにちは、アジでございます。ドラクエ6やっていきましょう。そういえばね、ライブの時にね、前々パートのライブの時にね、思ったんですが、また間違えちゃった。よいしょ。はい、やった。ハッサンは縦札を読んだ。ここより来た井戸ありと言ったとこですね。ライブでね、実はコメントをくれた方がね、承認が必要になったんですよ、実はね。で、その時ね、これあそこかな。あ、そうだね、ここはモールだっけ。おー、来たー。でね、話がまた戻っちゃうんですけど、その普通承認コメントっていうのはね、承認が必要になるコメントっていうのが、URL を貼ったコメント、通常 URL を貼ったコメント等は承認が必要になって、チャンネルの、チャンネルを保有すると、まあ今回でしたら私になるんですけど、で保留されちゃうんですよ。でYouTube 先生が保留中にして、私にそのどうするかを選んでください、承認するのか却下するのかっていうのを選んでくださいということで、私がそれを見て、承認未承認っていう、あ、未承認じゃない、承認却下っていうのを選んで、それをすると、その動画にそこで初めて見えるコメントになるみたいなんですね。でこれが今回ね、ライブでね出てきたんですよ、実は。でなんでかなって、別に URL 貼ってないのにって思ったんですけど、私もよく使うんですけど、 W っていう字をね、笑いっていうか、そういう感じで入れるんですけども、どうもあれが引っかかったみたいなんですね。で私その後にね、そのライブの動画が公開されるときに、私もコメント入れてるんですよ、トップにね。4分ほど真っ暗になってますよってみたいな、その時私もね W を入れたんですけど、 W を入れるとね、コメントが投稿できなくなりました。コメントの投稿がね全部失敗してます。コメントが投稿できませんでしたという表現されるんですね。ですから、まあネットの調子が悪いのかなとか、まあ、YouTube で前から何かダメだったらコメントの投稿が失敗することはあったんですけど、今回はね、どうもね、そのライブの視聴者さんのコメントで、私ライブ動画に対して私のコメントが、おそらくダブルが入ったら弾かれてるのかなっていう、ひょっとすると Google 先生、あ、YouTube 先生ですね。YouTube 先生はネットスラングをちょっと意識しだしてるのかな。まあネットスラングでもそんな悪い、別にスラングじゃないんですけどね。ネットスラングというかさ、まあそういうちょっと略語みたいなのを規制しようとしてるのかなとちょっと思っちゃったりしましたね。私も一応ね、プログラマーの端くれなんでね、どういうことをしたいのかっていう動きは若干分かったりするんですけど、ちょっとその辺が気になりましたね。じゃあやっていきましょう。お、これか。えっと、これでよしっと。大きくなって大人になったらもっとすごい宝物を見つけてみせるぜ。おお、宝探しの旅に出るときにはお前も連れてってやるから心配するなよな。さあ行くぞ、そろそろ帰らないと神父様に怒られちまうからな。ああ、待ってよ。今からそんなんじゃ大人になっても俺についてこないぞ。さあ早く来いよ、と。もうイリアの意地悪、と。ああ、幼き頃のイリアさんとジーナさんだね。ちょっと待って、おじいさん何か知ってる？子供たちの心とアモール川の水、どちらも清らかで清々しいものよなぁと。はい。あらあら。これこれ、想像し、少しは静かにしなさい。あ、これは失礼。皆さんにではなく、子供に。はい。あ、動けるようになったね。いやーと。なんだよ、人がせっかくモンスターと戦う稽古してるのに邪魔しないでくれよな。あ、なんだよ、変な顔して俺の顔に何かついてるかい。まあいいや、俺はいいや、よろしくなと。
少しは勉強でもしてくれればとも思いますが、それはそれ、やはり子供は元気が何よりです。さあそこからお待たせしました、お勤めをいたしましょう。生きとし生けるものは皆神の子が教官どんなご用かなと、お祈りしましょうかね。いやいいか、やめるってするとお神よこのため、そういうことね、また後にしましょう。でこれがジーナさんかな。わっち、またこんなところにトカゲの尻尾が、またエリアに幸せだべなと。あ、まったく神父様の子供好きにも毎日もんだよ。イリアたち二人の子供を引き取ったのはいいけんど、あ、もう毎日いたずらばっかしだと。おお、ここを調べてるよね私ね。あら旅の人ね、いいな、世界中を旅してるんでしょ。ジーナもね、大きくなったら宝物を探して世界中を旅するんだよ。でそれでいっぱいいっぱい見つけて世話になってる神父様に恩返しするんだ。でそれからそれからね、ジーナはイリアのお嫁さんになるんだもんと。あ、かわいいな、あのおばあさんこんなかわいいとこあったんだね。まあちっちゃい時は誰でもね、こんなんだからね、純真無垢だからね。で世界中の子供たちのために世界平和を祈りながらお勤めいたしましょうと。おお、はい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 、おおなるほど、ありがとうございます。今ちょっと連絡帳見てるんですけどね、俺さ大きくなったら世界中の宝集めてもあるんだ。ハヤテのイリアとか呼ばれてさ、どうだいかっこいいだなって。おお、なるほど、現実に戻ればいいんだね。あら旅の人ね、いいな世界中、あここはもう変わんないね。ハッサンは移動中の呪文を覚えてませんと。ダーマ、ダーマ神殿に行きましょうか。あ、ベッドついてくんだね。ハッサンどうしよう。やっぱりね、ライブでも聞きましたけど、舞踏家っていうのが一番成長が悪いっていうか遅いみたいですよね。はい、戻りましょうと。はい、じゃあね、ルーラで、あら、おい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 、あ、アモールあったね、あ、びっくりしちゃった。さあ来ましたよ、これあの女の人かな、水清き町アルモールようこそ。この人の夢なのかな、あの入り口にいた人ね。さあ、おお、おお、皆さんはあの時の元気にしておられましたかな。そういえば今日はジーナさんたちに会いにいらっしゃるんですか。あ、そうですよと。そう、実はジーナさんとイリアさんはもうここにはいないのです。いえ、旅に出たのではなく天に召されたのです、お二人とも。ジーナさんもイリアさんもかなりのお年でしたが、いざ亡くなってみると心にぽっかりと穴が開いたようで寂しい気持ちは隠せませんね。でもあの人たちは今でも町の人たちの胸の中で生きているのです。二人とも親しかった人たちに会っておきなさい。きっといろいろな思い出や懐かしい話が聞けることでしょう。あるセリフか、びっくりしちゃった。なんか今一瞬固まったね。ここは神に導かれし迷える子羊たちの訪れる場所。我が教会に。ああ、あなたはセリフ変わんないんだね。おう、うん、ジーナばあさんにイリア爺さんでだって。ああ、なんでも俺が来る前にここで働いていたらしいな。俺は会ったことがないんだが、町の人の話だとよく働いてみんなに好かれていたようだぜ。俺は年取ったら、俺も年取ったらよ、二人みたいになりたいもんだなぁと。いや、マスが打ってもダメだろうね。あの二人亡くなってるのか。天に召されたと。ああ、ちょっとびっくりしちゃった。いやで、また空の色がどんより怪しくなってきたじゃないか。
まんないね。いやー、ちょっとびっくりしちゃったね。ん？あんたらはいつぞやのジーナばあさんの知り合いだね。もう教官には寄ってきたのか？寄ってきましたよ。あ、じゃあ話は聞いてきたんだね。そう、二人は幸せそうに眠るように召されていったのさ。あの二人のことだろ、あ、ことだ。今頃空の上で新しい人生をやり直してるんじゃないかな。子供にでも戻ってさて、その通りですね。わーんと。あら。どうなってんだろう。かつてこの町に勇者様の一行が訪れたことがあったそうなんだが、残念ながらわしはその時お会いできなかったのだ。おお、そういえばイリア爺さんが勇者様にお渡しする大事な宝物があるとか言っていたが、あれから一体どうしたのか、勇者様の手に渡ったのだろうか。ああ、これのことかな。ああ、何じゃった。かつて海の真ん中に究極の魔法を伝える伝説の魔法都市があったじゃと。いや、何そんなことは聞いておられた。すまんの、滝の音がうるさく、うるそうってよく聞こえんのじゃよと。ああ、いいこと聞きましたね。おお、ああ、あなたは？あれらしい、でもここは酒場じゃないのよ。うちの旦那の趣味でホーム場を作ってね、こんな格好してるのっていうのは前聞きましたね。僕のままうさぐさんで可愛いでしょう。あ、ここは関係ないのかな。はいと。食ううまい水で作った酒は最高だぜ、ヒック。よし、今日は気分がいいからいいことを教えてやろう。言い伝えでは、この町のずっと南の沖にはカルベローナという魔法都市があったそうだ。ああ、こういうことか。いやー、しかし、参っちゃった。びっくりしちゃった。この町は水がとってもきれいちゃったから、みんなの心もきれいなの。でも、いくら甘いの水でもみんなの心配事までは洗い流してはくれないわよ、と。私が調べたところによると、人々の意識が生み出したもう一つの世界が存在する。しかし、この夢のような話、あんた方だって信じやせんだろうな、とか、いいえ、と。おう、信じてもらえるのか。よし、もっともっと調べてみんなに笑ってもらおう。じゃなかった、分かってもらおう、と。私も一瞬読み間違えたと思いましたね。ジーナばあちゃんたちはこの町で再会してからずっと仲良く暮らしていたよ。天に召される時まで一緒なんて本当に仲がいいっていうか、神様は粋なことをなさるもんだね、と。お、なになに？なんか後ろで動いてるのかな。あ、うちのパパとっても物知りでしょ。でもイリアじいちゃんやジーナばあちゃんもいろんなお話をしてくれたんだ。世界中旅してきたお話だよ。宝物がいっぱいあって、強いモンスターと戦って、でもおばあちゃんたちまた旅に出たんだってパパが言ってた。ちょっぴり寂しいなと。おお、あー、どうなってんだろう。え、水木、あ、ひょっとするとね、洞窟に行くんかな。そうだよね、多分あの洞窟に行けばいいのかな。そんな気がしてきました。それか何か言ってくれるかな。あの森は危なそうだし、とっても山小屋もっと危険だと。いや、新しい土地へ行って商売しようにもこう魔物がうゆうゆいてはねえと。が、な、何？俺がちょこっと寝てるのにまた魔物が増えちまったってか、と。ああ、セリフは変わんないね。ようこそための宿りと。泊まりましょう。はい、おはようございます。では行ってらっしゃいますと。ああ、これは次のパートに流れそうな雰囲気ですね。なんか言ってくれるかな。ムドウが倒されて随分たつがいる中、ちっとも平和にならない。俺が思うにムドウよりすごい大魔王みたいなやつがどこかにいるからだ。そうに違いないぜと。ああ、じゃあやっぱりここじゃないかな。まあ弱いんでこのメンバーでも問題ないでしょう。あら、あら、え、あらら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 、違うのかい。入れなかったね。あ、そうか、あっちの世界か。入れたのは、なんだろう。教会にもう一度行ってみましょうか。神父さんに聞きましょうか。おお、皆さんはあの時の元気にしておられましたかな。そうや、あ、家にしてはどうなんだろう。
どちらにしてもあなたたちのお話しておいた方が良いでしょう。そう、実はジーナさんとイリアさんはもうここにいないのです。あ、呼びましたね。はいはい。二人と親しかった人たちに会っておいてください。きっといろんな思い出やと。ほう。ここは？いやではまたさらにいるがと。この人しかいないかなと。ん、あんたらいつだよ、ジーナばあさんの。あ、いいえとすると、そうか、まずは神父さんになってからもう一度。あ、変わんないね。はいはい、もう一回じゃああっちの世界行ってみましょうか。さあ、じゃあね、私がルーラーを、ダーマ神殿が一番手取ればいいかな。世界に持ってったりするかな。でもアモールいけるのかな。いや、アモールにはいけないんだね、こっからは。どっから行ったかな。占いの館行ってみましょうか。これ占いば、あ、占いばあさんじゃなかった。ああ、そうか、あっちの行き方が分かんない確かこうだよね、こういう感じで行ったら着いたよね。で、ここで着いたんだよね、確か。あ、そうそう、ああ、渡れてよかった。あ、また間違えちゃった。こうかな。教会行ってみましょうか。変わってないね。ああ、変わってないですね。イリアさんは、ああ、ああ、どこだろう。次回のパートに持ち越しそうですね。あなたはどんなところで負けてしまう、最後の賭けというのを知ってますか。いや、知りません。いえ、噂ではその賭けを積んだ船が魔物に襲われて深い 海底深くに沈んだって話です。でも海の底じゃもうどうしようもないよなと。最近夜になると魔物の声がよく聞こえるのよ。この町は大丈夫かしら。またけしからん神父様のところの子供は本当にけしから、毎日のように人の家の前に馬の本やら何やら置いておくんですよと。お、人の家の前に馬の本やら置いておく、これが答えかな。会話変わるかな。変わんないね。ということはあの家の前を探せと。そんな犬みたいなことするかいちょっとびっくりしちゃってんだけどね。あとこれ、あ、おじいさんだね、これね。みのいのおじいちゃんが養子になったら美味しい食べ物お菓子いっぱいくれるって。ほー、おばあさん何、神父様が面倒を見てる二人の子供のことを悪く言う人も中にはいるけどね。でもこの間なんか表でなくした私のメガネを届けてくれたんだよ。身寄りなんかなくたってイリアもジーナもいい子なのさと。この前旅人から聞いたのが、この町のちょっと沖の前、海の真ん中にでっかい穴が開いてるそうだ。もしそれが本当だったら穴になる前はそこは何があったんだろうなと。はあ、これ以上新しいこと聞いてももうイリアさんとジーナさんで頭いっぱいだから入ってこないね。ほう、じゃああそこを調べるということかな。平和になったというけれど邪悪な気配が消えることがありません。一日も早く、あ、ごめんなさい、このアモールの水のように清らかな世界になるように祈っているのです。うん、どうしよう、もう一回帰るもう一回帰るかい。これ入らなくていいかな。
これ入ってみましょうか、いっぺん。ここはいける方だよね。ここ入れる方だよね。あ、そうだよね。ここじゃないよね。いや、私ね、これが表だったと思い込んじゃってたんだよね。普通に敵さん出てきますもんね。あー、メタルスライムだ、無理だな。お、突っ転んだ。毒針効かないかい。お、いいかもしんない。お、素晴らしい。倒しました。初めて倒しましたね。おお、でも誰も上がんない誰も上がんない。あー、これは、いや、もう出ちゃおう。リレミトで出ちゃいましょう。私、あ、結構魔法あんだね。はい、バーバーさん、リレミト。あ、じゃあね、ちょっと時間よくなりましたね。この辺で終わっておきましょう。次回のパーティー持ち越しですね。というわけで、ドラッグ F6 終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。